ちゃんです。かおちゃんです。はい、今日はなんとここ USJ に来ました。はい、来ました。今日は、USJ を、レビューするということで、初めて、鬼滅の刃に挑戦して乗ろうと思います。私たち煉獄さんに会いに来ました。イエーイ。JR ユニバーサルシティ駅の改札を出て左に向かいます。ユニバーサルまでは歩いて1分もかからないくらいです。行くまでにもたくさんのお店屋さんがあって、もうすでにワクワクしちゃいますね。あっという間にユニバーサルのゲートが見えてきました。ゴリラくんのお出迎えです。食事をするところもたくさんあるので、遊び疲れて帰るときにはここでご飯を食べるとおすすめです。はい、到着。朝一番で行くとこのように少し混雑しています。そしてここが有名な USJ の地球儀です。USJ に来たらぜひこの前で写真を撮ってくださいね。中に入るとすぐにミニオンたちのお出迎え。園内はこんな感じで、みんな足早にアトラクションへ向かいます。鬼滅ゾーンです。鬼滅好きの人たちはみんなコスプレをしていました。ここは鬼滅の刃のグッズを売っているショップになります。鬼滅エリアでは鬼滅の音楽が流れていて、もう世界観が鬼滅でした。近くにはねずこのポップコーンバケツも売っています。ショップの横にはあの映画でも出てきたなにわ駅売店があります。ここでは炭治郎のコッペパンや善逸のどら焼き、猪之助まんじゅうなどが売っていました。そしてここがついに鬼滅のアトラクションの入り口です。始まりました。ここ鬼滅の刃来ました。煉獄さんとともに赤座を楽しみに行ってきます。赤座じゃない、赤座やろ。中に入ると煉獄さんと炭治郎がいました。そして
後ろへ回ってみると、禰豆子もいました。鬼滅の刃に並んでいますが、ご覧の通りいっぱいで、鬼滅の刃220分待ちです。大変お待たせしております。どうぞ素晴らしい汽車の旅をお楽しみください。鬼滅の刃のライバストライライバライドデビューはもうゴーグルをはめてですね、もう 3D4D のたぐまえない映像により非常に有意義に楽しみましたので、ジェットコースターを降りるとこのようにキャラクターの羽織が展示されています。チャーンは煉獄さんが大好きなのでこの羽織が欲しかったのですが、売り切れてありませんでした。もちろん禰豆子も売り切れでした。そしてこの横ではジェットコースターを乗る前に撮った写真も購入することができるんです。ジェットコースターを降りるとそのまま鬼滅ショップにつながっています。マジで悪いよ。私たちは藤の花のレストランにやってきました。ここは鬼殺隊の鬼狩様が癒す場所としてアニメの中でも描かれている宿です。これ今から41番で並んで入ります。はい、消毒のご協力お願いします。階段の足元でお待ちくださいね。こんにちは。
校長しのぶさんが薬草を食べてます。すごい。校長さんの写真。これは何ですか？校長しのぶさんの。そんなね、お身軽様の写真機で撮らせていただくときに、好きなポーズでお写真を撮らせていただくんですけど、なんか好きなポーズとかありますか？ゲドブ剤でーす。なんだなー。ゲドブ剤です。お伝えくださいませ。校長さんに届けるぜー。お届けください。そして私たちはこんな写真を撮ってもらっちゃいました。これは後から写真を買うこともできます。最後のページには藤の花の香りのシートが入っています。これで鬼から守ってくれるそうです。今からご飯を食べます。はい、寿司御膳を注文しまして、なんと宇髄天元さんの御用達のメニューでございます。このように綺麗に食べ方を提案しているので、非常に一つ一つ楽しみながら懐石風に召し上がりいただけるという内容の御膳になってます。そうなんです。こちらで水の呼吸を表しておりまして、お肉と天ぷらとで半分ずつの半々羽織を表しております。こちらが富岡様の大好物の鮭大根でございます。見た目も食感も音で楽しんでいただける。そうなんです、お料理なのですごく楽しいです。あとこちら泡醤油です。酢飯のりおかわりできますので、たくさん。これはそうなんです、たくさん召し上がってください。これが作り方か。来ました。こんな感じです。これは宇髄天元、天元様をイメージしてるみたいです、はい、あ、おたばしらの宇髄天元様を表しております。こちらかぼちゃで宇髄様の武器を表しておりまして、こちらが2色になっているのが宇髄様の爪の色を表しております。あ、確かに。雨元を表現しておりますのが宇髄様の大好物のフグでございます。はい、板橋和男子のプリプリやカリカリなど食感のお供もお楽しみいただきます。はい、後半でにお楽しみください。後半でに、はい、わかりました。かしこまりました。のり、そののり巻きで巻いていきたいと思います。のりにこのご飯を入れて、
で、しかもね、このご飯おかわりできるらしいんですよ。すごい。ここは私たちが来たかった煉獄さんのカフェです。店内も鬼滅一色で、至る所に鬼滅が映し出されていました。お店のメニューもすべて煉獄さん一色です。さんのドリンクです。乾杯。無限列車のこれはチョコケーキです。これは煉獄さんのチーズケーキです。今からいただきたいと思います。パッションフルーツのチーズケーキですね。テイストグー。テイストグー。一輪とスティックチョコレート。おいしい。中にブルーベリーのジャムが入ってますね。いや、グレープフルーツです。最高です。炎の呼吸使いそうですか？はい。上り使えるみたいです。はい。うまい。そしてですね、じゃじゃーん。これは無限列車のチョコケーキになります。これも食べてみたいと思います。いただきます。うまい。
ブルいい感じです。持って帰ります。私たちの旅はまだまだ続きます。